ラの松下美由紀です。今日はとても楽しいステージでした。ピアノとの距離もとても近くて、セッションをしているという感じがものすごくあり、でまたお客さんとの距離も近いということで、お客さんのその反応をすぐに受け取ることができてとても楽しかったです。また年明けに、もう少し長い時間でライブができたらいいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。いらしてください。11月の中頃になると、視聴者やシェーンブルン宮殿をはじめ多くの場所でクリスマスマーケットが始まります。名物はやはりグリューワインと呼ばれる香辛料や砂糖を混ぜた温かいワイン。お店によって味付けが違うので、学校帰りに寄り道をして一杯飲んでから帰ることもしばしばありました。オーストラリアの冬はとっても寒いですが、マーケットが始まると楽しくて何時間も外にいることも。そんな時には温かいグリューワインが欠かせません。またワインを入れるマグカップが毎年変わるため、持って帰ってコレクションにするのも楽しみの一つです。オーホリーナイト、シューベルト、アベマリア、ホワイトクリスマス、3曲続けてお聴きください。